ハレルヤー。ホサなナ聖歌隊、賛美感謝いたします。またヘプチュワサチームの賛美にも心から感謝いたします。今日私は伝道の書、三章一節の御言葉を通して、神様の目的を成す時という題名で御言葉を語りたいと思います。神様の目的を成す時です。時、時、 が重要ですよね例えば出世をしたりだとかまた失敗をしたりだとかいろいろな出来事はありますけれどもそれは時によるものであります。皆さん海辺に行くと、えー、サーフィンをしたりしますよね。その波が正確な、えー、高さに到達した時にですねサーフィンの,そのボードに乗って、えー、波に乗るのが、えー 楽しいという人が多くいますけれども私たちも時をしっかりと分別してその時をチャンスとしてつかまなければいけませんそういう時にその人生が成功することができるようになるわけです今日の本文を見ると時に対するメッセージが記録されています伝道の書はソロモンが書いた本であります今日の本文を見ると すべてのことには季節があると、時があると、時にかなう合意をなしていかなければいけないわけですね。ここで季節、また時というヘブル語が出てきますけれども、その単語、季節と時と書いていますけれども、英語ではタイムと書いています。同じ単語であります。その 意味がしっかりと、えー、見るべきなんですけれども、えー、ヘブル語のその単語を通し,単語を通してどのような教訓を与えるのかを見てみたいと思いますまず一つ目に神様の時は人間に与えられるチャンスであります神様が 時を時間を下さるわけですね。生まれる時、死ぬ時、植える時、また取り去る時、学生の場合は勉強する時があり、職場に行けばまた働く時があり、その時をその時に合わせてくれるくださるわけですね。その時をしっかりとつか、えー、まなければいけないわけです。 ヘブル語を見ると今日の本文季節という単語が出てきますね季節がありとこの季節というのはヘブル語でジェーマンと言いますジェーマンギリシャ語ではクロノスですクロノスジェーマンクロノスまた時という単語がありますけれども時という単語は、えー、ヘブル語でエットと言いますエット またギリシャ語ではカイロスと言います。カイロスこの単語は、えー、お互いに違う意味を意味しているんですけれども、ジェマン、またクロノスという単語は人間に属する時間を意味しています。人間に属する時間です。人間が。 用いることができるそういう時間をジェマン、クロノスと言います。また、エトという単語、カイロスという単語は神様に属する時間であります。神様が私たちに暮らさる時です。これは私たちが力を尽くし、努力しても動かすことができない時であります。例えば、生まれる時ですね。私たちが生まれる時を 私は何月何年何月何日に生まれたいとそうやって決めることはできないですよね。神様の主権の中でこの時に生まれなさいとして生まれるわけですよね。ですから神様がださる時それをしっかりと受け入れるならばチャンスとしてそれをつかむならばその人は神様の恵みの中で成功することができることを聖書は。 約束しています神様の時と人間のチャンス、機会が合う時に見技が起こるわけです。神様の時と人間の時が合わさらなければいけません。しかし自分の力でですね努力によって何かを出そうとしても神様が時を与えてくださらなければ意味がないわけです。また反対側また逆にですね 神様が時をくださったにもかかわらず、自分がそれをつかまなければ、またそれも、えー、実りを結ぶことはできません。今日の本文も、えー、伝道の書3章全、えー、文を読まなければいけないんですけれども、2節以降を見ると、えー、書いてますね生きるにも時があり、死ぬ,死ぬるにも時があり、植えるに時があり、植えたものに抜く時があると。 また愛する時もあれば、憎む時もあり、平和もあれば、また戦う時もあると。ここで時と語っているすべての単語がエトという単語です。神様に属する時なんですね。神様に属する時。ここに記録されているすべての時は神様の見てにある時であるということです。神様がくだされなければ、 なな時だとということなんですね最初生まれる時と死ぬ時があるとあります。私たちが生まれて死ぬのも自分自身が決めることはできません。生まれるから死ぬまでのその間にある時間は私たちに与えられているチャンスであります。これは私たちに与えられている時間です。その間にある時間は。この間にある時間を通して神様の 目的を成しなさいと与えられる時間なわけです。私たちはこの人生を歩むときに分別して歩まなければいけません。しっかりと時を分別する力が必要なわけです。神様が与えておられる時なのか、また人間の欲によって行おうとしている時なのか、それをしっかりと分別しなければいけません。信仰のある信徒は神様の時をしっかりと区別するべきなんです。 例えば、えー、肉体的に、えー、病んでいたり、また、事業が失敗したり、また、子どもたちによって問題が起こったり、いろいろな問題があることがあります。しかし、生徒は、信徒は、その時が与えられるときに、これがチャンスだということを悟らなければいけません。 祈る時、祈るチャンスがあります。また神様のチャンス、神様の奇跡を味わうことができるチャンスであります。また神様がどのように私たちに求めておられるのかをしっかりと悟ることができるチャンスでもあるわけです。聖書を見ると、2つの例えを言うことができます。神様が時だと 考えられたのに人々がが時時ではないといとう時がありますハガイ一章二節を見ると万軍の主はこう言われるこの民は主の家を再び建てる時はまだ来ないと言っていると語っていますねまだ来ていないと時ではないと言ったわけですバビロンから帰還した後に与えられた見言葉であります聖殿を再建しようとしたのにもかかわらず 周辺の国々が妨害してくるわけです。そのため諦めたわけですね。もう建てれないと諦めました。そうやって言いながらも、まだ時ではないと言うんですね。神様はまだ時を与えて下されなかったんだと。しかし神様はハガイ預言者を通して、なぜ聖殿を建てないのかと。この時がその時であると。今がその時だと。早く 建てなさいというわけですね。人々はどうやって建設するんですかというわけです。しかし信仰によって歩めば必ず建て上げてくださると、聖書は奇跡を起こしてでも建て上げられると約束しているわけです。しかしイスラエルの人々はそれを誘うことはできませんでした。その反面に2つ目の例を見ると、ダビデが王になる前に10年間逃避生活をしましたね。 サウルがダビデを殺そうとしていたわけです。2回ともサムエル・ジを見るとサウルを殺すことができる機会がダビデに2回ありました。その時、多くの人々は、はそのダビデの周辺にいる人は神様が与えられた時だとチャンスだと殺すためのチャンスであると言ったわけです。多くの人がそうやって語りました。 サムエル・ジョー、二十六小節を見ると、アビシャイはダビデに言った神は今日、敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私に彼の槍を持って一月きで彼を地に差し通,せて通させてくださいと。再びつくには及びませんと。えー、語ってますね。一回だけ刺せば終わりですと。二回必要もあり、ま、2回も刺す必要もありませんと。今ですと。 今がチャンスですと言ったわけですよね。アビシャイは将軍のようなものでした。今すぐ殺せば、えー、あなたが王になるわけですというわけです。しかし、旅では何と言いましたか、えー、?26 章10節を見ると、9節を見ると、しかし旅ではアビシャイに言った。彼を殺してはならない。主が油を注がれたものに向かって手を伸べ、罪を得ないものがあろうかと語っていますね。 旅ではこれはまだ時が来ていないと神様がくださった時ではないということを悟りました普通だったらどうですかああこの時がチャンスだとこのチャンスを逃しちゃだめだというわけですよねそれは自分の欲が自分の目を隠すからなんですああもうこれで王になれるとえー しかし、ダビデはそうではなかったわけです。もしここでダビデがサウルを殺して王になったとして考えてみてください。そうすると、ダビデはどうだったでしょうかその王権が平和で、本当に安らかなそういう王権を築くことができたでしょうかそれは私たちもわかりませんけれども、聖書を見ると、 えー、剣によって勝つ者は剣によって滅びると語っていますよね。ダビデが血を流して王になったならば自分自身にもそのようなことが起こるわけです。新明家32章35節を見ると彼らの足が滑るとき私はあだを返し報いをするであろうと語っています。この「時」という単語が ヘブル語で,エト,という単語ですエトというのは誰に属する時間ですか神様に属する時間です。復讐するのは神様にあるんだと。神様の時にかなう、そういう時間に与えられると語っているわけです。自分の手で血を流すなと。自分の手を汚すなと語っているわけです。時が来れば神様が行ってくださるということですね。 私たちは神様の御心のために祈りながら、えー、歩まなければいけません。ダビデが王になるのも神様の、うん、御心でした。ダビデが15歳の時にもうすでに油を注いで王になることを約束されました。ですからダビデが、えー、王になるのは神様の御心であります。しかしそのタイミングが重要なわけなんですね。いつなるのか。 時が重要なわけです神様の御心をなそうとしようとするときにですね罪を犯して犯罪をして神様の他の御心を破りながらも自分の欲を持って何かをなそうとすることがありますしかしそれが正しいのでしょうか聖書ではそういう、えー 場合は神様の時ではないいと語っています神様の御心をなすために罪を犯し神様の御心のために働こうとされる方ではないわけです時を待てばそのチャンスを神様は下さると約束されています第一ペテロ六章六節を御言葉を通してみるとだからあなた方は神の力強い御手の下で 自らを低くしなさいと時が来れば神があなた方を高くしてくださると語っていますここで時というのはカイロスという単語ですカイ,ロスカイロスもやはり神様に属する時間でありますですからダビデのように王権のために罪を犯すのは間違っていると考えなければいけないわけですね 私たちが持つべきものではなく、謙遜に、信仰によって待つときに神様が与えてくださるわけです。そして私たちはそれを受け取ることができるわけです。しかし、世の中の多くの人は自分の力で、自分の欲を持って奪い取ることが多くあるわけです。罪を犯すことが多くあります。イエス様を見てください。ピリ,リピー2章6節を見ても神様、神様自身であると語っておられますね。 しかし、己を虚しゅうして、しもべの形をとって、人間の姿になられたと語っています。イエス・キリストは神様自身でありながらも、それを、うん、諦めて、しもべの形を通して、人間の姿に来られたわけです。そして十字架を背負って、また神様の前に戻る時まで時を待たれたわけですね。 これが信仰のある信徒の姿勢なわけです。しかし、この待つ間は、私たちはその時を暮らさる時まで準備してまた祈らなければいけません。神様が時が来た時にですね、王になれと言われたならば、その時にアーメンと言ってすぐ従順できるような、そういう。 信仰の持ち主まで準備,しな準備されなければいけないわけです。では、神様が時を下さるとき、私たちはどのような目的をなさなければいけないのでしょうか。伝道の書参章全体を見てみると、そのえ革新的な箇所が17節にあります。伝道の書3章17節を見ると、私は心に言った。 神は正しいものと悪いものとを裁かれる。神はすべてのこととすべての技に時を定められたからであると語っていますね。この箇所を見ると、すべてのこととすべての技に時を定められたと語っています。この時もやはりエとという単語です。このすべてのこと、すべての技というものは何に 向かって歩んでいるのかというと神様の裁きに向かって歩んでいるわけですね。神様の裁きに向かって歩んでいるわけです。それが神様の的目的と神様の時であります。私たちも同じように神様の審判のために準備しながら歩まなければならないことを意味しています。大きな2番目に審判があることを記憶して準備しなければいけません。 裁きがあることとをしっかりと覚えなけければいけません私たちが生きている間は神様の御心のために働かなければいけません。また審判のために準備するのも神様の御心を行うことであります。ヘブル九章二十七節を見ると一度死ぬことは人に定められていることであると語っていますね。そして死の後には裁きを受けると語っています。 世の中の人は死ねば終わりだと思うわけですよね。しかし聖書では死は終わりではないと語っています。死の後に審判がある、裁きがあると。ですから、この裁きに向かって私たちは準備しなければいけません。そしてヘブル九章二十八節を見ると、キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけ自信を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、 二度目に現れて救いを与えられると語っていますこれは最後の時主が再臨されることを約束されていますまず先に誰に再臨されるわけですかそれは罪と関係のないものとして信じて待ち望む信徒にまず現れるわけですよね 罪を負うためではなしにと語っていますけれども、これはイエス・キリストを信じて罪の許しを得たものであるということを意味しています。完璧な人を意味しているわけではありません。信じた意味、信徒を意味しているわけです。そういう信徒にまず主の再臨が与えられると約束されているわけです。その次に罪のある者にもまた裁きが与えられるわけですよね。ヘブル九章二十八節は 個人的な裁きを意味しているわけです。個人的に死ぬ日が違いますよね。個人的に裁きが来ます。その時にまた裁きがあり、そして九章二十八節で宇宙的な裁きも表しています。世の中の終わりが来るということを意味していますね。それが再臨の時であります。その時にも同じように結局は裁きがあると。個人の裁きもありますし、 宇宙的な裁きもあります。結論的には裁きがあるわけです。ですから、この世の中で私たちはどのように暮らすべきかによって変わっていくわけですね。私たちは皆、裁きを準備しなければならないということを聖書は私たちに教えています。哲学者の中で、ホーバット・ピンガレットという人がいます。 ーバッート・ピンガレットという人がいるんですけれども、この人は哲学教授で1996年度に本を発表しました。その本のタイトルが死であります死。死ぬことについて語る本なんですけれども、この人はその本で人は 死を恐れるけれども、論理的に見ても死を恐れる理由はないというわけですね。そうやって語りました。死を恐れる必要がないと。何の理由もないんだと語りましたね。その理由は何かというと、その人は死は終わりだからだと語りました。その次には存在もないからであると。 恐れる必要がないというわけです。合理的に見ても恐れる必要がないと恐れることはバカバカしいことだというんですね。この本を書いた人時はその人が75歳の時でした。そして20年が過ぎてその人が97歳まで生きたんですけれども97歳の時に。 その人に対するドキュメンタリーの内容はこの哲学者が、えー、死に対面するその最後の姿を見せたわけですね。そのドキュメンタリーを私は全部見てはいませんけれども少し見てみるとその人が語る言葉は何かというと97歳の時にですね 昔私はこのような本を書いたんだけれどもそこで主張した内容を撤回するというですねキャンセルすると自分が間違ったことを言ったと死を恐れる必要はないと語ったわけですけれどもそれを撤回するというんですねそれはどういうことか分かりますよね皆さんそれは97歳になって 見てみるとと恐ろしいというわけです死がそうやって言いながらなぜ自分がこうなのか分からないというんですね。なぜ自分が恐ろしいのか分からないと。哲学者として合理的なそういう理由がないということは頭の中では分かっていながらも直接その死に対面してみるときに立ってみるとなぜ恐ろしいのか分からないというんですね。そう言いながらその論争。 自分が論争しているわけですよね死について語っているわけなんですけれども、その語っていることについて何か逃したことがあると言うんですね。それが何かわからないと言うんです。それを見ながら、逃していることは当たり前のことを逃していると私たちは知ることができますよね。 神の存在を忘れているわけです。その審,判の審判があるからこそ、裁きがあるからこそ、恐ろしくなるわけです、人間は。これも神様から与えられるチャンスなのにと、はい、その哲学者に与えられているチャンスであったわけですよね。はい、その心がなぜあったのですか恐ろしく考えるその心がなぜ与えられたんでしょうか 神様から与えられた時なわけです。そのドキュメンタリーではそのチャンスを逃されていたわけですね。神様に対する話が、ストーリーが何も出てこなかったわけです。ドキュメンタリーを作った人もその人も自分の考えが神は存在しないということ、死で終わりだと。 そういうえ考えで満たされていたためにその他の考えをすることはできないわけです。これは当たり前のことでしょうと私は言うんですね。死が終わりではないと、神様は存在されると、裁きがあるということを私はしっかりと思いながら本当にその哲学者のことを考えるととてもえ悲しいそういう心が出てきました。私たちはですね この世の中を暮らしながら必ず裁きのために準備する信徒とならなければいけません。それが神様から与えられたチャンスであります。多くの人は、この全て人生が全てだというわけです。世の中のこの暮らしが全てで終わりだというわけですね。全部だと。そしてこの世の中に集中して暮らすわけです。 しかし聖書ではそれは間違っているというんですね、世の終わりについて、人生の終わりについて、えー、考えなければいけないと、この世の中の暮らしは準備する過程であるというわけです。皆さん、軍隊に行って、えー、訓練を受けるわけですよね。その訓練を通過しなければ、まことの、えー、軍人になることはできません。 私たちも同じように人生の中でこの裁きを通過しなければ永遠の命に入ることはできません。それをしっかりと悟らずにこの世の中が全部だと考えて世の中で楽しもうまた集めよう欲を満たそうとして暮らしていながら滅びていくそういう人が多くいると聖書は語っているわけです。皆さん 天国と地獄,地獄は必ず存在します。すべての人は天国が地獄に必ず入らなければいけません。ですから私たちは選ばなければいけないわけです。どこに行くのか。神様が裁かれる目的は何でしょうか一つ目に、審判は神様の栄光と主権を公式的に表すものであります。 神様の栄光と主権を公に表すことですね。どういうことかというと、世の中の人は神様を無視して神様はいないと、自分が正しいと語りますけれども、裁きを通して神様があっており、また世の中が間違っているということを公に表すことを意味しているわけですね。神様は存在されると。ですから、私たちは神様の側に立たなければいけません。 必ずこのように表されるる時が来ると聖書は語っていますまた2番目に審判の目的は各自行いによって、えー、保証やまた罰を与えるためであります聖書では必ず行った通りにするともし良い行いをすれば良い実りを結ぶと語っていますよね。 第2コリント5章10節を見ると、私たちは皆、キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ、悪であれ、自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けなければならないと語っています。各自、自分の行いによって、この世の中でどのように暮らしたかによって、それぞれ報いを受けなければいけないと語っているわけです。この世の中で信仰を持って歩むこと。 私たちが植えた通りに、また言葉で語った通りに、行った通りに全て受け取ると語っているわけです。では、この裁きのために準備する必要があるわけですけれども、私たち信徒はどのように準備しなければいけないのでしょうかどのような態度を持って生きるべきなのでしょうかまず1つ目に、 謙遜な姿が日。ミカ六章八節を見ると、人よと、彼は先に良いことの何であるかをあなたに告げられた。主のあなたに求めておられることはただ抗議を行い、慈しみを愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないかと語っていますね。へり下らなければ神様と共に歩むことはできません。へり下るということは自分の 主張を捨てて神様に従っていくことです。へりくだらなければ神様に近づくことはできないわけです。謙遜というものは自分がないことを意味していますね。自分のすべての主張がないことを意味しています。信仰生活というのは自分の働きを自分の主張を自分の欲を捨てて神様に従うことが信仰生活です。それが謙遜なわけですね。 2番目に従順が必要です。従順しなければいけません。サムエル上15章22節を見ると、サムエルは言った、主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうかと。身を従うことは犠牲にまさり、聞くことはお羊の死亡にまさると語っていますね。従順が犠牲に。 また、えーえー、犠牲に勝ると語っていますね。従順というものは、自分自身が主人でないことを告白することであります。神様が私の主人ですということを告白する、そういう働きなわけですね。アブラハムがイサクを捧げるときに、その神様の命令に従順しました。 創世紀22章12節を見ると今私を敬うことを私は悟ったと神様は語られましたねあなたが神を恐れるものであることを私は今知ったと信仰と従順がまさに神様を恐れることであります神様を敬うことなんですねもともとアブラハムは信仰がありましたしかしイサクを捧げることによって ののその信仰が現れたわけです信仰の上に従順を加えて神様を恐れ敬う信徒とならなければならないことを意味しています。また3番目に忍耐です。忍耐信仰がありますけれども、それを信仰を最後まで守り抜くことが必要なわけです。また 2章24章13節を見ると最後まで耐え忍ぶ者は救われると語っていますね。私は昔よく信じていたんですと言ってもそれは意味がないわけです。最後まで耐え忍ぶ信仰が必要なわけです。信仰がどん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 、えー、試練に遭うことが多くあります。私たちはいつまで最後まで耐え忍ぶそういう信仰が必要なわけですね。 結論的に、えー、人生は大ただ1回のチャンスしかありません。2回のチャンスはないわけです。ですから、時が与えられた時にその時をしっかりとつかまなければいけません。人生は短いと、皆さんよく言いますよね。人生は短いと、50、60、70、すぐなると語りますけれども、健老木先生も、雷が。 一回光,光を放つように人生がすぐ終わると語っていました。そのような人生の中で私たちは何を求めて歩んでいますかただ神様の御言葉だけをつかんで神様の御心のために働くことが神様に喜ばれることであると。それしか認められないと語っています。世の中での行いは認められないわけです。今 私たちが健康な時がチャンスです。祈ることができるとき、聖書を学ぶことができるとき、神様の働きをすることができるこの時がチャンスであります。このチャンスを逃さないでください。神様の恵みを求めて、まず神の国と神の義を求めて、歩むときに、すべてを神様与えてくださると、マタイ6章33節に約束されています。世の中に対する心配事よりも、神様の御心のための心配をしながら、 与えられたそのチャンスをしっかりと掴んで、最後まで信仰を守り抜いて、天国に入る皆さんとなることを、主の皆なもって祝福いたします。愛する父なる神様、感謝いたします。今日も聖なる主の日、神様の宮に出て、神様から与えられるこの時チャンスをも、私たちが掴んで、神様の前に礼拝を捧げることができる、恵みを与えてくださり感謝いたします。 今日の御言葉のように私たち審判を準備する信仰を持ってただ神の国と神の義のためだけに働きながら神様を敬う信徒となることはできるよう導いてください。いつも神様の前に謙遜で御言葉に従順し最後まで忍耐して信仰を守り抜き天国に入る 私たち一人一人すべての信徒になることができるよう祝福してください。与えられた子どもたち、家族にも同じ恵みを与えてくださり、神様の恵みを降り注いでください。神様の力によって私たちを守ってくださり、信仰を与えてくださり、しっかりすべての信徒が天国に入る恵みが与えられるよう導いてください。すべてをなされることを信じて、感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 I mean...